そして笑顔も上げてあげてください。さあ、彼の特徴はやはり高いジャンプ、ゆっくりと、ほらこの、このですよ、このね、時間、滞空時間、ドヤ顔今日も見せちゃった、ドヤ顔今日も見せちゃった。さあ、浜中直弥選手、いいね、今日は調子がいいね、ノリノリだ。お、めっちゃ近いところでやってくれるの、すんごい近いところでやってくれるの。しかもカメラマンのためにスカイツリーをバックにできるような、そう、この引き波を作るのがジャンプ技なんです。さあ、ここで見せていただきましょう、バックフリップ、素晴らしい。そしてノーウェーブという全く引き波を使わないで、また虹色に輝く水しぶきとともにバレルロールという技も見せてくれた。前に回る回転技のバレルロール、そして高さがある、そして縦に飛ぶのがバックフリップ、この2つのコンビネーションやります、浜中直弥選手でした。さあ、続いてはこの男は後ろに目を置く男、それは後でご覧いただければ分かります。全く違う彼の得意技はやはり、さあ出ました、前よりかは後ろ乗りが大好き、バックライドの植木正雄、植木、さあ植木、手を振る余裕があるんだね、今日は一段と多く回っております、回っております。さっきの選手と違うのは、皆さんわかるかな、ハンドルが固定されている T 字になっているんです。あれってフリースタイルのライダーでも本当に難しいので、あんまりみんな選択しないんですよね。だけども植木選手は、俺は植木正雄、みんなが乗らないマシンを俺は乗り直す、乗り倒す、これが植木正雄です。そして彼はやはりこのバックライドが大好き、もう観客の皆さんと目と目が合うほどの余裕があります、植木正雄。さあ、バックライドの360、そしてやはりこのトルネードと、そして
橋のこのですねマシーン一体感のある演技ご覧いただきましたでしょうか。やはりですねもう大阪から来たからもう本人たちノリノリでした。ということで福田紀夫選手最後また見せてくれるかな。お、大丈夫、いける、いけちゃう、 OK、 いけちゃうのね。よし、じゃあジャンプ技見せてください。来るよ来るよ、来た来た来た。さあこのジャンプ技まだまだ行くか、まだまだ行くか。再びエンジンしろ、福田の量は止まらない。さあ高い、大きな拍手お願いします。さあ今日もですね素晴らしい技を見せてくれました。福田の量選手、お、まだやっちゃう、まだやっちゃうの、いいよいいよ、やっちゃうね。上に笠尾選手。